潜水艇。潜水艇は、水中で、活動可能な船のことである。民間用としては、海底調査など科学研究用と遊覧などの、商用の水中船全般のことを指す。軍用では特に小型のものを、潜水艇と呼び、大型のものは、潜水艦と呼ばれる。総船に関しては日本を含め多くの国では一級小型船舶、操縦士。 相当の資格で法的には可能だが、通信の制限や三次元的な動作など、水上船とは異なる技術が求められる。潜水艇は航続距離が短いため、活動範囲は限られる。多くの無人潜水艇は電線などで母船とつながっている。自立型無人潜水機は6マイル以上の運航が可能である。使用目的による名称、機能の違い。 軍用の潜水艇では、旧日本海軍の公標的、高領、海流、ドイツ海軍のビーバー、北朝鮮の反潜水艇などがあり、工作員が陸地に潜入する際には水中スクーターも使われる。軍事用潜水艇はミゼットサブマリンと呼ぶ場合もある。第二次世界大戦時には、対艦攻撃を主任務としていたが、特殊潜航艇参照、戦後は、 特殊部隊の運搬、支援を目的とすることが多い。一部の潜水艇は、潜水艦乗員の訓練、韓国や、魚雷発射訓練の標的、スウェーデン、セールを追加装備して、通常潜水艦として運用、クロアチアされることもある。北朝鮮、ロシア、ユーゴスラビア、パキスタンなどが多くを保有するが、イタリアには、特殊潜航艇時代からの老舗メーカーが、 存在している。また、60年代に起きた潜水艦沈没事故を受け、沈没した原子力潜水艦などから乗員を救助する深海級南艇も開発され、潜水艦隊を運用している、先進国で一万一に備え配備されている。アメリカ海軍は、この種の装備に消極的であったが、昨今は特殊作戦の必要性から SDV 及び、 アズズと呼ばれる一種の潜水艇を開発、運用している。これらは原子力潜水艦を母艦として発着することができる。アメリカ海軍の NR-1 は西側諸国最小の原子炉を搭載した珍しい小型各動力推進潜水艇で、海軍引き渡し当初は原戦用原子炉の研究や学術的深海探査等が目的とされていたが、 最近になり情報公開や書籍の登場により、実は建造当初より極秘作戦専用原子力潜航艇,艇として開発されており、アメリカ海軍及び NATO 海軍潜水艦隊のための海底ロランの設置、空母での発着訓練中に海没した海 -14 と共に深海に沈んだ a i m 5 4フェニックスソラ対空ミサイルの回収など、 軍事機密保持作戦や、諜報活動に当たっていたことも明らかになっている。近年では、南アメリカの麻薬密売組織などが、アメリカ沿岸警備隊の目をかいくぐるため、麻薬密輸用潜水艇を使っての麻薬密輸事件が増えている。観光客の遊覧用として河川領域が、水深50メートル未満の潜航艇が開発されている。ハワイなど、 海水透明度が高く、ダイビングも盛んなところで運航されている場合が多い。なお大半は、反潜水艇による運航である。富裕層向けに、上員1から3名の小型潜水艇が販売されており、専門メーカーも存在する。かつては、海上封鎖をすり抜けて、物資を輸送するため非武装の潜水艇が建造された。深海の生物や環境の調査、 鉱物資源の探索などのために、各国で潜水艇の開発が行われている。耐圧操縦室、ロボットアーム、回収用バスケット、カメラなどを持つ小型艇。河川領域が500メートルを超えるものは、チタンなどでできた球形の耐圧核となっており、その非常に限られた溶石の中に操作ユニットなどが収められているため、乗員は、 パイロット2名に研究者1名の3名体制が多い。1970年代までは各国で有人潜水調査艇が建造されたが、1980年代以降は遠隔操作無人探査機の性能が向上し、有人潜水調査艇の建造数は減った。近年、民間組織によって新たな建造がされるつつある。遠隔操作無人探査機の支援等も含めた、 運用経費は、同深度の潜水能力を持つ、有人潜水艇と比較して1、10以下であるとされる。また、技術の進歩により、従来有人でなければ、不可能だった分野でも無人機で可能になりつつある。小型の無人潜水艇は、遠隔操作無人探査機マリーン・ラモートリー、アッパー・イテッド・ビアケルズ、または、マルウフスと呼ばれ、今日ではダイバーにとって、 深海や危険な分野で広範囲に使用されている。遠隔操作によるは、油田の整備や沈没船を引き上げる用途に供される。これらの遠隔操作による運航は、海上の母船からの優先、動力と通信で行われる。母船からは画像を見て、ジョイスティックで、プロペラやマニピュレーターを操作する。タイタニック号の調査に使用された、ジェイソン・ジュニアのように、有人潜水艇から、 無人潜水艇を制御する運用も実施される。近年では、行動範囲の限られる、優先操縦から、無線操縦のものも登場しているが、活動範囲が優先式よりも広範囲にできる反面、動力、活動時間、海中では、電波が届かないため画像の転送帯域が制限出る、問題がある。自立運行型ローフの開発も進行中である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。